では、続いてのコーナーは福岡と室見さん。こちらは福岡博多に関する情報や歴史、うんちくや思い出、質問などを募集し紹介していくコーナーです。はーい、では行きましょう。波打ち際の丸玉さん。波打ち際の皆さん、こんばんは、こんにちは、わかんない、福岡市には室見川という川があるそうですね、うん、僕は福岡には何度か行ったことがあるのですが、川の名前を気にしたことはありませんでした、うん、今度福岡を訪れる時には行ってみたいと思います。室見さんには福岡にゆかりのある方が多いですが、室見川はご存知でしたか？ゆかりのあるだってさ、うん、あ、いっか、そこはでも室見川って知ってた？なんか聞いたことある気がするけど、室見さんで聞いたのかもしれない。あー、どのくらいの河川なのかちょっとイメージはつきませんけどもね。はい、全然川の写真見せられても何が何だか分かんないです。比較的広い川なのかな。どこにあるんですか？何郡とかにあるんですか？博多にあるのかな。え、博多にあるんですか今日は1回目ということで、博多出身の田村ゆかりさんに来ていただいているのに博多情報がまるでない感じになっておりますが、見して見して、どこ？糸島か、上の方ですね。ほう、なるほどなるほど。割と北九州市側の方ですか？佐賀に近い側。佐賀の方じゃ、西の方なんだ、うん、あ、なるほどね。でも室見さんの名前の由来はもうまさに室見川から来てるっていうことですからね、うんうん、先生はそういうところに住んでたのかな。なんかどうなんだろう ね。なんか聞いた話だと、名島さんは結構その福岡県内でこう結構点々と住んでらっしゃったっていう話は聞きましたね、うんうん、はい。なんでこれからもしかして名島情報がどこかで出るかもしれませんが、そうだね、はい、わかりませんが楽しみにしていてください。はい、はい、じゃあ次読みますか。はい。波打ち際の、南国のモフリストさん。波打ち際の皆さん、こんばんは。こんばんは。博多に関する情報ですが、食べ物が美味しいことです。うん。何を食べても美味しくて、食がどんどん進んでしまいました。うん。明太子が好きなので、ささみ明太など、明太子を使った料理か、鶏料理ばっかり食べてました。皆さんはおすすめの博多の料理やご飯はありますか？ああ、やっぱり鶏料理って。ほら、やっぱり。出てる。うん。そうなんだ。まあ、おすすめの博多料理っていうと、本当に、ゆかりに紹介してもらうしかないかな。でもね、ゆかりあんまり好きじゃないけど、もつ鍋とかって博多でしょ？多分。あと水炊きとか。ああ、そうね。うん。なんか、まあ、鶏はわかるとしても、うん、なんでもつなんだろうな、博多っていう。ね。うん。なんか、理由があるのかな。ね、だから最初初めて、まあ、兄にさっきに話した兄のところに行くときに、うん、やっぱもつ鍋食べたいななんて言ってたんですけど、うん、いや、それより海物がいいよって言って近くの本当にまだイカの踊り食い的なものをしたりだとかいうのをした。踊り食いじゃないか、池作りっていうの、うんうん、生きた感じでまだもうさばいてあるというのを食べたりとかしましたけど、うん、やっぱりまあもつ明太子？うん、そうだね。明太子、なんかね、イワシ明太っていう食べ物ある。イワシ明太？イワシの、お腹の中に明太詰めてるの。ほー！っていうのは、あるかも。無理やり、他人の子供の、卵を、植え付けられるイワシの身になってみたいもんですね。でもそのイワシがまずさ、メスなのかわかんないね。え？母体になってるイワシ。そっか。挟んでるだけか。だってさ、メスだったら、イワシの卵、イワシって卵ないの？体内に。いや、あるでしょ？普通に。だって卵がさ、もう先にいるから、あ、取って入れんのかな？ひどーい！だから、どうしたいんだろう。ね、これ、絵であるけど、ほとんど明太じゃない？なんかこれ。そうだよ。イワシの側を、なんか巻いたみたいな感じになってるけど。これがイワシ明太？ほんとだね。なんでイワシに詰めちゃったんだろう。なんだろうね。イワシとの相性はそんなにいいのかな。あれ？明太って何の魚でした？ボラ？タラ？ボラって。タラ？ボラ食うとこそんなにないと思うけどな。タラの、だから全然関係ないんだよね。うん。タラに、タラ、タラ明太はじゃないのか。タラ、ねえ、そんなもんがまださ。タラ明太がタラをお腹に戻すだけ。わかんないな。はい。これ、でもやっぱ食に関してはやっぱりいろいろ
地域のね。でも、いわし明太ってそんなに福岡的な感じなのかな、うん、え、行ったら、見てみて、すぐ、あの、お土産コーナーとかにあるから。あ、ほんと？じゃあ次行ったら、必ずこれを食べましょう、僕は。うん。はい、そうします。でもなんか、私地元だから、何がこっちにないかとかやっぱわかんないね。普通にあるからさ。でも今そうだね。うん。そう。あの、なんか大体空港とか、東京駅とか行くと、なんかしら、あったりするし、うん、今普通に流通しちゃうし、うん、お取り寄せもできちゃうし、なんてなると、なんかだんだんその地域のありがたみが、薄れてきちゃうかもしれないね。食べれるというありがたさはあるけどね。そうなんだよね。なるほどね。うん、はーい。あ、じゃあ、以上かな。福岡と室見さんでした。福岡、博多に関するいろんなことをお送りください。お待ちしてます。